東口駅舎、紫色バージョンの駅名標建設途中のホーム紫駅は、福岡県筑市の市紫2丁目449番11号に、ある西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は T14。2010年3月27日に開業し、西鉄の全鉄道路線の中では最も新しい駅である。 天神大牟田線の新駅としては1992年3月25日に開業した三国が岡駅以来、西鉄の新駅としても同年10月25日に開業した北九州線の西黒崎駅以来である。以下、突起がない限り、西日本鉄道公式ウェブサイトのニュースリリース内での発表、相対式ホーム2面2線を有する地上駅、駅舎はホームごとに、 別々の東口と西口を設ける総道駅でとよく似た構造だが、ホームには個線橋などがなく、改札口に入場した後のホーム相互間の移動が不可能となっている。これに配慮して、それぞれの改札前に存在する運賃表や自動券売機で反対方向の切符を買わせないような配慮が取られている方面の運賃を掲載しない。 上りホームの改札で340円以上の乗車券は購入できないまでの運賃が340円のためなど開業当初よりにもかが利用可能でありそれに対応した自動改札機が設置されている改札ホーム間は段差のないバリアフリー構造となっているほか車椅子対応トイレが設置されているまたホームには冷暖房完備の待合室が設置されている 下りホームの大牟田よりは道路が隣接しているため幅が非常に狭い。通常、西鉄の駅舎に掲げられる駅名表示は青色のものが大半だが、当駅の駅舎入口上にある駅名表示は紫色で書かれており、その下の部分には紫色のラインが施されている。2018年度の1日平均乗降人員は6056人である。 各年度の利用者数は、下表の通り、当駅は、天神大牟田線を横切る、県道65号線の踏切の南側にある、駅前の県道65号線沿いに、紫駅バス停があり、西鉄バス2日、市原支社によって運行されている、西鉄紫駅だ、Z となった、駅名表示2015年10月31日に、近隣の太宰不成長後で、 桃色クローバー Z のライブ、男祭り2015インダ財布が開催されるのに、合わせてメンバーの高切れにのイメージカラーが紫であることから、上り方面駅舎の駅名表示を、西鉄紫駅が Z という桃黒仕様にした。西鉄側は、同年4月に福岡ドームで開催されたライブの際に、紫駅がファンの間では大となったことを知り、全国から来る。 桃来るファンのために西鉄として何かできないかと思いましたと、この催しを実施した理由を説明している。実際にファンが記念撮影に集まっただけでなく、高切れに本人も当日朝に紫駅を訪れその場にいたファンと交流を行った。2016年3月26日と27日の福岡でのライブに際して、再び期間限定で桃来る仕様となった。 西日本鉄道天神大牟田線特急、急行通過普通に鉄2日、市駅紫駅、朝倉街道駅、ありがとうございます。